こんにちは、R です。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日もですね、みんなからいただいた小ネタを調べていこうと思うのですが、新年一発目はこちらです。じゃじゃん、ありがとうございます。R さん、クラゲを一箇所に集めたらどうなるんですか、やってみてくださいということなので、これはですね、ちょっと動画でやるにはですね、かなり規模が大きいものになるので、ちょっとライブでやったんですけれども、結論からいきます。クラゲを一箇所に集めると表示がバグるでございます。ちょっと見に行きましょうか。このね、バンカラ街にいるすべてのクラゲを全部ね、ちょいちょい押していって、ある場所にね、閉じ込めておりますのでいやー、頑張りましたよ。まあここのね、スタジオの中にはいるんですけど、まあ彼らはいいということで、クラゲをですね、あそこの高台あるじゃないですか、あそこに全部集めたんですよで、ちょっと表示がね、おかしくなっちゃってるんで、ちょっと見に行きましょう。お、出そうへダメだダメよ、戻ろうね戻ろうね、はい、戻りましょう戻りましょう。まあちょっとパッと見ね、バンカラ街のクラゲを全部集めたにしてはすごい少ないじゃないですか。こんだけしかいないのって思われた方もいると思うんですが、実はですね、これ見えてないだけなんですよ。近づいていくと、見て、ほらほらほら、ほら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 、やばいほどいるんですよ。ほら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 、もうね、クラゲ集めすぎて、表示するキャラの限界超えてしまって、こんだけ近づかないと出てこなくなっちゃいました。まさかこんなバグが、ね、バグなのか何なのか、まあ仕様だとは思うんですけれども、まさかね、表示限界が来るとはね、ほら見てここ。あ、これいいね。これサムネに使おう。よし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 。ここもね、めちゃくちゃいるんですよね。っていう風に、一箇所に集めると、こんなバグが、表示バグが起きてしまいますので、皆さん、もしね、お時間ある時にはやってみてはいかがでしょうか。ちなみに、僕ライブでやったんですけど、3時間ぐらいかかりましたが、それでできますんで、やってみてください。じゃあ、その、クラゲをですね、ここまで連れてくるコツっていうのをね、お伝えしようと思います。はい、じゃあ、まあ、クラゲってね、基本的にこういう状態で、ふらふらしてるんですけれども、まずね、この壁がないところを運ぶときは、僕はね、イカ型で、こういうふうに、ヒュイ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 って押していった方が楽だなと思いました。で、壁をつけたときは、こう人型の方がいいんですね。これ教えてもらったんですけど、ペタってセットするじゃないですか。で、人型で、こう斜めにね、スティックを入力すると、見て、めちゃめちゃ楽。で、この、また壁がないところでは、イカで押していって、で、壁にセットします。で、この時に、忘れずに、セットって言いましょう。よし。で、セットって言って、で、その後はですね、こうして、見て。もう簡単。スティックをね、斜めに入力するだけ。で、ここからね、ちょっと面白い動きにイカちゃんがなるんですけど、こうですね。なりませんね。おわ、脱出がいっぱいいる。これね、脱走するクラゲもいるんで、ちょっと、気をつけてほしいんですけど、ただね、この、高台に連れてきた理由は、脱走する経路が少ないことと、一番下までね、脱走はさすがに、多分ね、クラゲちゃんってランダム移動になってるんで、一番下までは行かないと思ったんで、ちょっとこの上まで、運んでみました。いやー、これやってよかった。ちょっとね、この表示バグとか、ね、いろいろ、何もなかったらどうしようかと思ったけど、ちょっと勉強になりましたね。こう近づかないと出ないっていうのがちょっと面白いよね。こうして、ズン、ほら、こんなにおるんですよ。これって写真、あー、なるほどね。写真も、やっぱりカメラ近づかんと出てこないみたいですね。この辺とかもね。この辺もね、いるんですけどね。やばいおい、外の世界に興味を持つんじゃない。角を取られると結構きついもんがあるんでね。
もしクラゲがこういう風に角にはまってしまった場合は、角をね取り返すっていうことがちょっと難しいので、一旦距離を置いてクラゲちゃんがね油断をして角から出てくるのを待ちましょう。やべめっちゃ出てくる。じゃーん。いやー、まあ、このライブでねやったんですけれども、3時間半ぐらいのライブですかね。これアーカイブ残しておりますんで、ぜひねどういう風にやったのかっていうのを気になる方は、そちらのライブ映像もご覧くださいませませ。オーケー。ちょっとね今日はいろいろ動画撮ろうと思ってたんですけれども、ちょっとね、能登半島ら辺で大きな地震がございまして、ね、停電になったりとか、すごい、ね、家屋が倒壊したりだとかっていう、ね、いろんな、ちょっと、新年早々ではあるんですけれどもね、大変な事態になっておりますので、まあ、自粛というわけではないんですけれども、ちょっとね、皆様、本当に、身の安全を確保して、お過ごしいただければなと思います。はい。本当びっくりした。僕結構コメントで、Rさん大丈夫ですかっていうコメントたくさんいただいてたんですけれども、僕広島なんですけど、広島の方はちょっと揺れたのかどうかわかんないぐらいでしたね。ただ結構大きい地震だったみたいなので、今後もね、地震の情報、津波の情報っていうのを、ね、確保して、本当に身の安全を、確保していただければなと思います。で、そんな中ね、僕の、こういうね、小ネタ動画で時間割くのは申し訳ないんで、ちょっと今日はこれで終わりますね。本当に皆さんの安全を祈っております。ありがとうございます。